ですね。それではアムール行きましょうか。塩コショウ入れます。ともこさん当日はいらっしゃらないです。すいません、すいません。じゃあもう一回すいません、4小節お願いします。あ、なんでビビって言った準備して出てくださいね。ミーっと待っててくださいね、お願いします。はい、なんかみー、私こっちで聞いてるのとここで聞くの全然違うんですけど、みーよあむって数えてる感じがするんですけど、みーよあむるに波白くっていうその言葉で歌ってみましょう。もう一回すいません、歌からすぐでお願いします。 1,2,3 みーよあむるに波白く、そういうところもごめんなさい、シベリアって持ってかなくちゃ、シベリアさん、はい、シベリアの風、一風さわげ、のべに波逆向けて溢れくる水、もう一回お願いします。あ、すいません、ありがとうございます。向こう行っちゃった、大丈夫です。木々そよぐからソプラノさんちょっと歌ってみてください。2ページ目ですね、57ページのとこ、ソプラノさんいいですか。でテナ聞いててください。 1,2,3 テナ聞いててくださいって言ったんですけど今。あ、ごめんなさい、ちょっとすいません、どっち歌うかって打ち合わせがあったの。今頃ですかどこですか。いや、分かれるところね、謙虚な方が上でいいんだろう。ああ、63ページの一括弧とか、そこのとこなんか皆さんで上でもいい感じですよね。分かれなくてもみんなで上でもいいと思います、うん、だって聞こえないんですもん。それとあの止まったついでと言ってはあれですけど、平和じゃなくってどこでしたっけ、あの、あ、平和か、そこもテナー一緒にお願いしますね今回も。
62ページです。5番、ベースだけじゃなくてテナーもご一緒にお願いします。あの後でどうなるか分かりませんけど、11月は分かんないですけど、今回はそこの辺、この間と同じ、シミオン学生と同じにしてください。それでそっか、ね、ソプラノさんに聞いていただいたのは、ソプラノさんいつもメロディーを歌い慣れているから、あのメロディーを歌うの上手なんですけども、テナーもそのメロディーを歌うのを上手になっていただこうと思って聞いていただいたんですけど、聞いていただけなかったようなのでちょっと残念でした。もう一回あの、テナーからいきましょう。最初からです。一番頭からお願いします。4小節お願いします。はい、5人。あ、黒沢さんダメになっちゃった。はい、44。ちょっと川上さん上行っていただけますか。下は4人で頑張ってください。いや、今だけというか、今度日曜日だけでいいですから。はい、下4人で頑張ってください。じゃあすいません、そこ行きましょう。ルールは瀬戸の流れ、もうちょっと聞こえたいです。はい、じゃあ皆さんご一緒に2括弧の最後、1、2、3、1。ルールは瀬戸の流れ、ひろき僕の方も白まねば、吉岡さん、そこの波は歌わない、歌わないでもソロの準備にしてください。そこ歌っちゃってると自由が間に合わないです。白金なしから2括弧お願いします。テナーから1、2、3、1。白金なし、ちょっと音がこう上ずっちゃうんですけど、自由、もうちょっとお腹使いましょうか。自由ってこうなってる感じなんですけど、自由さん、はい、自由の通う足の通う、遠く、あの、で遠くに歌ってくださいね。あのテルサは客席がこうなってるじゃないですか、なんとなくだけど、なるべく上の方に、上の方に声が、自分の声がいってるんだって思うような感じで、で自由ってやっぱり浅くなっちゃってたんです、さっきは。今お腹使ってくださいってなったらよかったので、それ忘れないでくださいね。もう一回お願いします。日産、はい、自由の川よ、先死の川、oh
忘れてましたかテナ出ました今あれベースもベースが聞こえないのはあれだったんですけど、さざ波はアルトさんしか聞こえなかったんですけど今それからあとですね、すいませんけど、あのアルトさん、はい、ずっとピアノでしょ、はい、でもやっぱり入ったのと入らないのもうちょっと入ってください。はい、わかりました。じゃあもう少し、ボリュームアップしてください。それでアルトさん、岸辺に日は落ちのところ、なるべく顔を上げて歌いましょうね。じゃあもう一度59ページに戻っていただいて、はい、あ、はい、違うんだ、向こうはソロでしょ、伴奏は弱いわけよ、吉岡さんと同じえボリュームってわけじゃないですか。で、で弱、この今ぐらいだ、今ぐらいでいいです、はい、はい、決してピアノで歌ってないんですよ。あ、そうですか。でもあのバランス的にはピアノに聞こえますか。あ、そうだから、バランス的なんですよね。だからテナーもメゾピアノぐらいでいいかもしれないです、バランスとしては、はい。で、59ページのさっきのテナの白が根だしからお願いします。いいですかね。それで吉岡さんに行きます。お願いします。 1,2,3,1 白が根だし、弾いていただけます、男性、はい、男性さん、はい、thank you.
行けるといいんですけど、うん、ずっとフォルテですよね。一人真ん中？え？平和が一人ですか？うん、あ、林さん来た。え、松井さん下なんですか？あ、本当に？小山さんと。あ、あ、そうなんですか。ソプラノ誰もここ手伝ってないんですか？え、みんなで上ですか？え、え、ソプラノのアルガノはここはこの先で最後で悲鳴を、あの2つに分かれる。あ、そっか。じゃあここみんなで上？はい、ここは平和って皆さんでレレレを歌ってたんですか？レレレ？誰かラララ言ってるのかと思った。レレレ、その人数のレレレに聞こえないんですけど、 2,4,6,7 人のレレレに聞こえないですよ。で、お、もっと出していいです。だってフォルテですもん。いいかもしれない。あの、割とこっちがあの2つがちゃんと鳴ってるので、ソプラノもうちょっとあってもいいです。だから 3分の1ぐらいになってるのかと思った。で、智子さんがいないから、それで上があのちょっと少ないのかなって思っていたんですけど、そうじゃないんですね。フォルテです。はい、すいません。じゃあ男性いきましょう。平和、女性入ってください。平和の平、難しいですよね。平和とこうアクセントがついてると思ってください。そのフェルマータ、フォルテです。書いてあります。なんとこういきます。さあ、はい、はい、そうですね。気持ちはわかります。ただあの音探らない方がいいですね。まっすぐ行きましょう。平和そられってもうありますから、そこにスッスッと行けるように準備してください。もう一回さーん、はい、手拍子をしたかというと、あのこのここに大きく外れてるわけじゃないんですけど、全部後からこのチョンってなっている後からへーへーいいわじゃなかった、そこはいいんだ。の守り守りって普天になったりするところがこう遅れるんですね。ここからまあモンリーみたいな感じで、もうわずかなんですけど、微妙なんですけど、もう少しこの手拍子した拍の頭に芯が持っていけるともっとかっこいいんですけどね。なんか後からという感じで、川がとうとうと流れているからそうなるのかもしれないけれども、でもどこかで遅れていくとどん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 溜まってっちゃいますよね、水が。だから溜まらないようにしたいので、どんどん行ってください。子音を前に出してください。男性だけ行きましょう。平和から 1,2,3 はい、そうそう、だからそれで、ね、平和の平和のです。平和のって後から言ってしまう、うん、もう一回いきましょう。さん、はい、1,2,3 のまま 1,2,3 広いあぶ 2,3 我が
重いかもしれないんですけど、意識として前に出すように忘れないでください。で、女性はそこのところにうんたたたパンたたたですね、うんって言っちゃうとまたそこで遅くなっちゃうからパンたたたっていう感じで、はい、読書ってならないようにしましょう。じゃあもう一度平和からお願いします。男性から3、はい、パンたたた、女性ソプラノさん行きましょう。ミヨよミヨアムール。はい。はい。じゃあトップお願いします。1、2、3。ミヨアムール未来白く。2、3。うん。これね、どうシェベあの風、すみません、ちょっとシベリアで、はい、聞くのと歌うのとでは大違いなのかもしれない。メヨアムルムルニーナミズ、そことね、タタ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 タ、はい、じゃあソプラノさんもう一回いきます。はい、一緒にご一緒に、1、2、3。ここでお願いします。テナお願いします。6番、ミヨアムール3、はい、ミヨアムール、ミヨアムール、そうそうそう、ごめんなさい、ミヨアムールに波白くらの、そのナチュラルの音が揃わない。もう一回お願いします。ミヨ3、はい、あ、いいですね。今その風立てばとっても良かったですね。それからですね、ブレスの記号とか給付がないんですけれども、例えば波白く123123で、そこでブレスを取るんであれば123123までしっかり伸ばしちゃうとブレスしてシベリアの死が遅れますから、少しブレス入れるんだったらちょっと早めに切ってください。もう一回いきましょうかね。ミヨアムル123123、じゃあ、出だしのその下のファの音ですね。ミヨはミヨのミ、それからシベリアのシのファの音、これも揃えられますか。ミー狙っといてミーと出してください。もう一回いきましょう。1、2、3、うん、
ちょっとミーってこう下がっちゃうんです。ミーミー、ちょっと気取って歌ってみましょう。さあ、はい。そうですね。で、あとすいませんね。ミヨアムルニナ、波のナ、それがナーって開けすぎない方がいいです。開けちゃうとばらけちゃいますから、波、波のナ、ナも鼻の後ろ開けて、波白く、ミヨアムルニナミ、波ってばらけないようにしてください。もう一度お願いします。1、2、3。波揃えて、はい、ありがとうございました。じゃあそれでいきたいと思います。じゃあそこから、ソプラン、女性の皆さんは入れるところでいいんですけど、タタタ、テナーが入るとタタタですね。その、次からでもいいです。テナーからお願いします。さあ、はい。メゾフォルテです。ピアノではなくソプラノさんだけもうちょっとください。そこメロディーが聞こえなくなっちゃいます。はい、メゾフォルテです。はい、メゾフォルテぐらいでいいと思います、今の感じだと。それから65ページの今のところの下の段、ベース、風騒げばですよね。影って聞こえるんですけど、か、風騒げばです。影騒げばじゃなくて、多分風っておっしゃってるんだと思うんですけど、影って聞こえちゃう。ぜ、ぜ、これがぜってならないように、か、影にならないように気をつけてください。はい、じゃあもう一回最初からいきますかね。立ちますか。あ、サットンが来た。伴奏も立つ。みーちゃん立って弾くんだってよ。どこだ、ちょっとお待ちくださいませ。瞬間的にすいません、私なんかまだ右がよく向けないんで、ベースに振っていけないかもしれませんけど、こういう風になっちゃうんですよね。すいません、まだちょっとよく動けない。じゃあお願いします。Oh, okay.
くださいませ。そうそうそう、何回か歌っていけば男性も平和とか言葉が前に出てくるんですけど、本番は1回だけなので練習できないのでお願いします。じゃあ